カーネギー・メロン大学は、ペンシルベニア州ピッツバーグに本部を置く、アメリカ合衆国の私立研究大学である。1900年に設立され、略称は CMU。大学のモットーは、My Heart is in the Work。芸術と工学が特になだかく、また異なる学術間の交流が活発であり、それを推進、実施している大学としても知られている。例えば、 コンピューターゲームにもっとドラマ性を持たせるというビジョンの下で演劇専門とコンピューターサイエンス専門の二人の教授がキャンパス内に設立したテクノロジーエンターテイメントセンターは今や世界屈指のコンピューターゲーム開発製造メーカーまでもが自社の社員をこのセンターに留学させるほど世界最高峰最先端のストーリー性のあるゲームの実現に貢献している このようなテーマ性のあるセンターがキャンパス内に多数存在し、高いレベルで異分野間共同開発が行われている。銀行家、アンドリュー・メロン芸術、人文、社会科学、公共政策学、情報学、経営学、数学、自然科学、工学、計算機科学の7つの専門分野のそれぞれに、独自に運営する7つの高等教育機関を有する総合大学である。 1900年に設立された米国最古の芸術大学の一つ、5つの芸術学院を有し、学士号、修士号、博士号を授与している。1969年に設立された人文社会科学を専門とするカレッジであり、7つの学科で学士号、修士号、博士号を授与している。選択できる専攻分野は60以上に及ぶ。大学の名称は、 2011年に CMU に2億6500万ドルを寄付したウィリアム・ディートリック2世にちなんで命名された。1968年に設立された公共政策、情報学を専門とする大学院校であり、修士号と博士号を授与している。1991年に航空機事故で死亡したハインツ上院議員を忍び、翌年に委員にちなんで大学院名が命名された。 ハインツは老齢化社会、鉄鋼産業の社用化問題、健康保険システム改革、国民年金の保障といった難題に精力的に取り組み、CMU でも大学院の教授として産業推進と運営分野で教鞭をとっていたピッツバーグ地区を代表する全米で注目されていた上院議員だった。1949年に設立された経営管理を専門とする ビジネススクールであり、以下の分野で、学士課程、修士課程、博士課程、エグゼクティブプログラムと幅広いコースを提供。大学の名称は、2004年に CMU に6700万ドルを寄付したデイビッド・テッパーにちなんで命名された。1905年に設立された、数学、自然科学を専門とする理科大学であり、4つの学科で学士号、修士号、 博士号を授与している。1905年に設立され、7つの学科で学士号、修士号、博士号を授与している。1988年に設立され、10年以上、コンピューターサイエンスの分野で、世界ランク1位に君臨してきた大学である。以下の分野で、学士課程修士課程博士課程を提供。ハントライブラリーカーネギーメロン美術学院は、 モダンアートのアンディ・ウォーホルなど著名な画家、版画家を輩出。修士号課程は全米1位にランクされ、全米トップの美術大学院プログラムである。この修士号課程は3年生であり、学生の総数は18名に限定された少人数制である。この18名の学生に対して、20名の重鎮クラスの教授が教育に当たっている。 この修士号課程の卒業生の初年収平均は7万ドルであり、他の美術学校のそれと比較して突出している。カーネギーメロン音楽院は世界有数の音楽大学として高い評価を得ている。教授陣の5割以上はピッツバーグ公共楽団の現職主席奏者あるいは元主席奏者のメンバーで構成されている。 例えばバイオリン教授のアンドレス・カルデネスは、元ピッツバーグ交響楽団のコンサートマスターであり、チャイコフスキー国際コンクールやパガニーニ国際コンクールで審査員を務めるなど、優秀なバイオリニストを育ててきた世界的に著名なバイオリニスト、音楽教育家である。アンドレス・カルデネスの門下に入る競争率は、毎年約60名に1名の割合である。 音楽院学生で構成されているカーネギーメロンフィルハーモニー還元楽団は大学に隣接するカーネギー博物館群の建物の一つであるカーネギー音楽ホールにて年間を通じて演奏している。カーネギーメロン演劇学院の3%という入学合格率は CMU のすべての学部、学科の合格率の中で最も低く、その競争率の激しさは際立っている。 卒業生にアカデミー賞受賞俳優のホリーハンター、新しくは t v b シリーズ ER 緊急救命室のみんな、そして t v b シリーズヒーローズのサイラーでブレイクし、2009年度版、スタートレックミスタースポックに大抜擢されたザカリー・クイーンと2009年からの T.B. シリーズホワイトカラーで主役の天才詐欺師、ニール・キャフリー役のマット・ボマーなどがいる。また、 ピッツバーグ市がニューヨーク市に次ぎ、米国で2番目にミュージカルが多く上演されている街であることもあり、卒業生は在学中に実際にミュージカルのプロダクションに触れる機会が多く、本校はブロードウェイ劇場に多数の優秀な人材を送り込んできた。日本の女優スミレも一時在籍した学院として知られている。カーネギーメロン計算機科学大学は計算機科学分野で、 世界大学ランキングで1位、さらに US ニュースランキングでもマサチューセッツ高科大学やスタンフォード大学などと並んで、またカリフォルニア高科大学やジョージア高科大学などの名門校を抑えて10年以上常に全米1位の評価を得ている。6%という入学合格率はカーネギメロン演劇学院の3%に次いで CMU のすべての学部、 学科の合格率の中で2番目に低く競争率が大変激しい。コンピュータセキュリティ発信の中枢であるコンピュータ緊急事態対策チームの統括本部、セルトコーディネーションセンターの運営も行っている。また、1980年代に世界初の自動運転車を開発しており、2007年のロボットカーレースダーパーグランドチャレンジでも優勝を勝ち取った。 Java の生みの親であるジェームズ・ゴスリングやらイコスの創始者マイケル・モールデンの出身校としてまたマイクロカーネルの代名詞であり MacOS の原型となったマッハを開発した大学ということなどでも有名。ハインツ大学院は情報技術管理分野で2001年以来毎年全米1位にランクされている。その他公共政策分野 サイバーセキュリティ分野を中心に高い評価を得ており、多くの人材を国際機関、中央政府へと排出している。また、プライバシー分野では、世界トップクラスの教育、研究環境を備えており、世界初のプライバシー工学を専攻する学科を開設している。カーネギー・メロン工科大学での多方面の工学分野は、世界的な評価を得ている。 1992年から2001年にかけて日本人の金で竹尾教授がロボット研究所の所長を務めていた。また近年はカリフォルニア州のシリコンバレーにキャンパスを有し多くの企業家を輩出している。テッパー経営大学は全米有数のビジネススクールで特に金融、企業、オペレーションマネジメント、情報技術の分野で有名。また、学士課程。 修士課程博士課程エグゼクティブプログラムと幅広いコースを提供。卒業生、教授陣から多数のノーベル経済学賞受賞者を輩出。ディートリック大学は人文、社会工学の分野でアメリカ国内で常に好意にランクされていて、特に統計学は全米トップ10、心理学は世界トップ10の常連組である。メロンディカ大学は 数々のノーベル賞受賞者を輩出した伝統校。卒業生にハリウッド映画ビューティフルマインドのモデルとなった天才数学者ジョン・ナッシュがいる。2005年にアジアの情報セキュリティ教育研究拠点を目指し、兵庫県と共同で同県神戸市にカーネギーメロン大学日本校を設置した。2007年に東京工科大学と 片柳コンピュータ科学省を設立。同年大阪府大阪市にエンターテイメントテクノロジーセンターの設置が決定し、2008年から同センターが稼働している。メインキャンパスは103エーカーあり、ピッツバーグダウンタウンにより東へ約3マイル離れたオークランド地区に位置する。そこは文京地区で、西側はピッツバーグ大学と隣接している。 カーネギーメロン大学のパノラマメインキャンパス以外の場所にも校舎があるが、いずれもマスターコース用キャンパスである。タイムズ・ハイヤー・エデュケーション2018ハリウッド・リポーター2016タイムズ・ハイヤー・エデュケーション 2018US ・2018 US、ニュースワールド・レポート2017大学アンダー・グラジュート・クワンティティティブ・アナリシス2位マネージメント・インフォメーション・システムズ2位 プロダクション、オペレーションズマネージメント、三位。サプライチェーンマネージメント、ロジスティクス、八位。ファイナンス、十位。アントラプリナーシップ、二十二位。コンピューター、四位。エンバイロメンタル、エンバイロメンタルヘルス、八位。エレクトリカル、エレクトロニック、コミュニケーションズ、十位。メカニカル、十一位。シビル、十二位。マテリアルズ。 12位。バイメディケル16位。大学院プログラミングランゲージ1。アーティフィシャルインテリジェンス2。システムズ4。セオリー5。コンピューター2位。エンバイロメンタル8位。エレクトリカル9位。シビル10位。マテリアルズ11位。メカニカル11位。ケミカル14位。バイメディケル バインジェニリング30位。パートタイム MBA15 位。フルタイム MBA19 位。オンライン MBA2 位。インフォメーションシステムズ2位。プロダクション・オペレーションズ2位。サプライチェーン・ロジスティクス10位。アメリカズベストアーキテクチャーデザインスクールズ2016インタグレイテッドインターディセプリンディプログラム1位。 プラニング2位。リサーチ2位。コンピューターアプリケーションズ3位。クロス・ディシプリナリー・チームワーク3位。セオリー3位。クアンテネット2017兵庫県立大学との間でダブルディグリー・プログラム協定を締結している。志願者は兵庫県立大学大学院応用情報科学研究科博士前期課程に入学し、 その在学中にカーネギーメロン大学の修士課程を合わせて履修することにより、合計2年間で両大学の学位を同時に取得することができる。ジョン・ナッシュ、ありがとうございます。